皆さんどうもピーマンドウエスというわけで今回の男気物語は、9月の8日今季24試合目の登板になりますね。ヤクルト戦を実況していこう。ここまで男気23試合に登板して12勝4敗勝利数ではリーグ2位でございますね。防御率では 1.86、 こちらリーグ3位となってますよ。ほんでこれ1位は現在菅野なんですけど、菅野との差はたったの 0.03 なんだよね。だからこれもしかしたら最優秀防御率あるかもしれませんよ。この9月激戦ですね。そしてね、現在横浜とヤクルトのゲーム差が1ゲームでございますよ。なので今日投げるね、お得意の試合で勝てばですね、ゲーム差並んで共にリーグ1位、ほんでその次の試合勝てばリーグ1位でございますよ。このカードだから勝ち越しで終えれたらリーグ1位に横浜がなるわけですよね。絶対にこの試合は大事だからね。ここで男気が負ければチームをずるずると負けていくでしょう。勝てば勢いに乗って勝っていくと思いますのでね、第一戦目いつも以上に気合を入れて男気見せていこうよ。さて、じゃあ本日投げ合う立山の成績、そしてヤクルト打線の成績見ていこうか。立山規定得意かは、あ、到達してるね。防御率は 3.38、 6勝7敗か。まあ、防御率を見ていくとなかなか打ちづらい選手ではあるけどね。でも頑張ってもらわないとね、横浜野手陣たちにはね。そしてヤクルト打線はどんな感じだ。おお、3割が2人か。全体的に打率高いね。で、本塁打、うわ、山田29本、畠山26本、バレンティン23号、打ちすぎだろ。打点も畠山90、山田84、雄平65、バレンティンも並んで65。 OPS で見ていくとどんな感じ。オーマイガー、これはやばいね。上田と中村以外は全員 OPS 7割以上ですからね。まあ、バレンティンちょっと低すぎるような気がするけどね。やっぱ警戒すべきは山田ですよ。打たれてますからね。通算個人対戦成績で見ていくとね、山田に対しては13-6で2割8分9厘。ただ本塁打が2本打たれてんだよね。とにかくやられっぱなしですからね。このまま男気やられっぱなしというのはあまり気持ちよくないので。今日は抑えますよ。大丈夫。みんな任せてくれ。トリプルスリーが何なんだ。男気には関係ないね。じゃあヤクルト戦やっていこう。さて援護くれ。まず1回から1点あれば、男気とした心強いぞ。お、ナイス、絶対入ったろ。ありがとう、ツツゴー。神だ、神が降りてきた。この3連戦大事な1戦目でこの男。マジか。やっぱ日本の4番筒香だね。どこだかの中田さんでは無理だよ。こんな空さんだっただろうね。間違いなくないよ。プレミア12で活躍しただけなんだ、あいつは。 WBC のね、4番は筒香ですよ。ナイス。さーて、チームいきなり2点もくれたんだぞ。チームというか筒香がね。グリエルにはちょっと打ってほしかったけどね。犠牲フライで1点な。まあでも結果的にそれで2点入ったんでね、全然いいですよ。次打ってくれ、頼んだぞ。いつも以上に気合は入ってますからね。絶対に甘くならないこと。今日はもう完投完封っていうのはないね。とにかくゼロで抑えることが大切だ。もう内野安打、まあ梶谷は出塁してくれて得点にも絡んでるからあまり文句言いたくないけど、ショート守るのだけはやめてくれ。本当に動きが遅すぎる。当たり前だろお前、内野安打にならない方が不思議だよ。送りバントでランナー二塁。山田との初対決はいきなり得点圏で回ってくるのね。これスタープレイヤー自分でこの守備位置も変えられたらいいのにね。ちょっとひどすぎるよ。中畑監督頭おかしくなってんじゃないの。そら監督やめるわ。ラミレスもこうなるのかな。今のいい打球だぞ。外へのスライダー、ここは見極めています。ほい、うわー、フランカー。これ振らねえと厳しいんだよな。どれでいく、スライダー、これもいい打球、連続で三塁線打たれてる。よし、ほーナーイス。大したことないね。やっぱトリプルスリーが何なんだ。もしもね、セリーグのピッチャー全員黒打球になればトリプルスリーどころか打率3割いや30本、どれも達成できないね。一つの項目も達成できずに終わるでしょうね。30盗塁なんて絶対無理だよ。わっ、一番嫌なパターンの打球落としたか。もう取れよそれくらい。だからこいつを守備おかしいだろう。
おかしいよ。だからなんでセンターショートにまともな人材を置かねえんだよ。まあ、そんなやついないと思うけどね、横浜に。バカだろ、今の。で、オナニーバックホームでよ、バレンティン二塁に進んでるし。バカとしか言いようがないね。実力もなければ野球脳もないのか。やめろよ、選手を。お前今日5打点をあげろよ、お父さん。覚えてろよ、てめえ。てめえの、あんな実質エラーですよ。失点じゃないし。これで男気の自責点になって防御率悪くなるんだからね。さあ、ツーストライク追い込みました。ファールだろ、嘘だろ、やらかしたよ、これ。ファールじゃないの？どう見てもファールだと思うけども。もう一度ご覧いただきましょう。いや、ここでね、一気に攻めたいですね。もう一回の裏。いや、そっちのアングルだとわからないよ。バカかよ。なんでレフト側から映すんだよ。ライト側のカメラねえのか。無能すぎるわ、お前。前回のゲームでは最悪だよ。2点くれたのに同点。大事な試合で存分にやらかしてる。そのうちの1点はもう完全にセンターのエラーだけどね。あれ取れないやつがセンター守っちゃダメだって。実質言えば最初の1点目なんてね、梶谷がショートじゃなければ1点じゃないからね。ランナー出てないわけだから。ナイス、梶谷打ってくれた。頼む。だから打つ方では分かってんだよ、活躍することはね。守備をちゃんとやれ。できないのなら外野に回れ。なぜゴミがショート守ってんだ。おかしいだろ、お前。バッターは川端。また勝ち越してくれたからね。これはもうゼロですよ。バルディリス、ナイス。オッケー。今のは梶谷にとってた内野安打。間違いないね。まあ今のは別に梶谷じゃなくても内野安打になるね。あの深さだと。もう抑えるで、本当に。ちょっと情けないぞ、男気。全然見せれてないわ。男気カッコ笑となってるね、今は。スライダーが決まります。あっという間に2ストライクです。よし、ショート取った。はい、オッケー、2アウト。もうこの回は三者凡退ね。ちょっと1回に球数稼がれまくったからね。ピッチャーに打順が回って、先発の立山がバッターボックスに入ります。いや、でも今日の野手陣の調子を考えるともっともっと点入りそうだけどね。全然いけそうだわ。6点はいけるんじゃない？よし、ファールかい。カットせずに終われ。すぐ三振。おいおいおい、すぐ終われって言ってるよな。はい、オッケー。ピーちゃん球数稼がれましたが、この回は三者凡退。もう1点ないか。1点差でヤクルト戦は怖すぎるんだよな。うーわ、バルちゃん偏差値だ。まあいいや、次打ってくれたらいいよ。3回のマウンドだ。ここは打者2巡目ね。上田、先ほどはショートへの内野安打。普通のショートがいたならば内野安打にはならないんだけどね。もうショートは別に打たなくていいか。倉本でいいんだよな、守備能力の高い。外、わずかに外れた。よし、オッケー、えい、2打席目は抑えました。ワンアウト。とりあえず山田の前にランナー置かないことが、まあ、先は抑えたけどね。さっき抑えて、ほんでバレンティンにバットの先のセンター前だ。バレンティン相手に外野前進しろなんては言わないけどね。やっぱさっきのは取るべきだよ。だいぶ滞空期間も長かったし。あら、レフト前。ランナー置きたくなかったのに。まあいいか、山田をゲッツーを抑えれば済む話だ。まあ本塁打こそは許してやるけど、対打率は3割切ってますからね。まあつっても2割8分だから、そこまで抑えてるわけではないんだけどね。もう3割か2割8分っていうのはだいぶ差があるよ。よし、マジか。三遊間抜かれるような打球か。抑えたかのような気がしたんだけどね。さて、バレンティンだ。いい形でつなげましたね。さあ、スワローズ一打同点のチャンスです。よし、あと1球。はい、オッケー。まあ、バレンティンはさっきも
まあ結果的にはヒットですけどね、内容的にはセンターフライですから、完全打ち損じてるからね、今日は相性いいよ。わー、落ちるなよ。これを落とすんだから、もう守るなよ、センターを。なぜ落とすんだ、意味がわからない。なぜ取れない、なら守るな、頼むわ。ガバガバすぎるわセンターがよ。センター打ちゃ勝てる日じゃねえか、ヤクルト。バッターボックスの雄平、今シーズンの得点圏打率は3割。何を選択する、これスライダー。よーし、よかった、死んだと思ったけど、満塁のピンチをゼロで抑えた。本来なら満塁にならないわけなんだけどね、これだけセンター前打たれてんだから、ちょっと外野前進してくるみたいな、頭使わねえのかセンターだけよ、前に来るみたいな。所詮そこはゲームなんだよね、細かい設定ができない。もう黒田エース級でさ、それもベテランなんだから、自分で守備できるようにしてもらいたいね。ガバガバすぎるんだもんね。そういうとこ作りやまいよね。相手がバントで構えてるのにバントシフトにならないからね、あれ地獄だよ。もうよく見ています、このゲームはそういうとこがあるからね。監督が野球初心者っていう、監督初心者っていうね。先頭バッター出ました、今日はやべえな、被安打がめっちゃ高い日だ。被打率一気に上がりそうだね。もうここまでで7本だよ。まあでもここは下位打線ですから、慌てずね。よし、ただ4回裏で結構スタミナも消費してるし、59球か、これで60球目。よし、バルちゃん投げて、ツーアウト。まあ送りバントは成功ですよ。このゲームの送りバント成功率はもう 100% 超えてますからね。 150% くらいありますから。で、上田、絶対に1点も与えたくないぞ。俊足警戒のままなのか、外野前進にしてくれ。今日ポテンヒット多いだろう、そういうとこ考えて。はい、オッケー。しかしここは三振。オーイエー、チャンスの場面だったんですが、点を取ることはできませんでした。最高だね。最後は三振。もう1点くれまいか。おお、男気自らヒットを放つ。さて、このチャンスを生かしてくれ。はい、誰も打ちましぇん。ふざけてる。どうだろうかな、今日の投球内容は。6回投げれたいい方なんじゃないかな。7回8回はないな。この成績で7回8回生かしたら相当な無能だよ。俺が監督ならない。5回で下ろす監督がいても不思議じゃないね。でもできれば長く投げたいな。最低 QS は達成、それはもう最低条件であるからね。山田、先ほど三遊間へのシングルだったよね。これは抑えた、うん、よし。今日3打席目はショートゴロで2アウト。このイニングは三者凡退、初めていけるね。クリーンアップまだ三者凡退っていうのはないからね。基本ランナーいる状況で回ってるから、1点差でヤクルトは本当怖いよ。インコース決まった、ノーボール2ストライク。1点差なんてもう点差空いてるようなもんじゃないからね、むしろこっちが不利だから。しかしここはバレンティンを抑えました、ありがとう。三振、初めてクリーンアップを三者凡退だね。もう1点ないか、頼む。荒波ないね。さて6回裏、あーでもどうだろう、これ7回途中まで行くことになるかもしれない。7回あるかな。6回の裏追いかける、まあいいんだけどね。5番バッター畠山、今日はここまでマルチ安打を記録しています。本当だ、畠山今日打たれまくってるわ。畠山を1回でも抑えてたら2点目は入ってないんだよな。まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。よし、まだ1点差ですからね、この回でしょうね。そうですね、釣り玉でしたね。落とそうか、そうですね、落とせばなる何者も。スプリットボール、イエーイ、ナイス。で、雄平、黒田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。2球目は何で来るか、怖いぞ。わっ、嘘だろ。よし、よかった。ヒヤ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 、油断ならねえ本当に。7番バッター川端、
先ほどの打席でヒットを放っています。ツーアウトになっています。ストレートはわずかに外れました。ボール先行です。外に決まりました。よし、追い込んだ。追い込んだら簡単だ。もう男気スプリットの前に相手は何もできないよ。はいはい、嘘だろ。まあいいや、油断するな。焦ることもない。よし、ゲームセット。はあ、なんやんだかい。なぜそんな後ろに守ってんだ。意味がわからないだろう。ほんとポジショニング悪いわ。これぞ弱小球団だね。なんでそんな後ろ川端大使守ってんの。むしろ内野安打警戒して前に出るだろう。よし、6回0ですよ。ちょっとツーアウトからの無駄な内野安打はあったけどね。信じられないよ。どうだこれ。あ、次も行く。7回裏生かされますねこれ。あ、まあ行くはな、エースだからね。エースが7回投げ切れずに降りるのはないわな。球数も100球達してないし、84球だからね。この回でもライナー1人も許さなければクリーンアップ回ることはないからね。山田に行くことはないんだが打たれる。なんだあのショートは。取る気あるのか。あいつただただランニングしてたよね。全然取る気ねえや。最悪だこれ。このイニング魔のイニングになりそうだね。うわ、バントで来るわな。よし、セカンド。ああ、よかったよかった。送りバント失敗だ。なんでセカンドランナーが進んでないのか分かんないけどね。完璧な送りバントだろ今の。助かった。ーセーフセーフセーフ。よし、さあランナーをどう生かしてくる。どうだ、盗塁はアウト、アウト。セーフなわけないだろう。バッテリーの警戒をかいくぐって、マジで。見事に盗塁を決めた場面です。よし、男気トゥーシームでトゥーアウト。さーて、山田来ますよ。男気 VS 山田。この緊迫した空気の中回ってきた。これはね、ここで抑えるか抑えないかだいぶ違うぞ。試合を決める打席になりそうだね。対決だよこれは。簡単に追い込めた。落としてきましたが、これは外れます。どうだ。お、はい、もっと何してんだよ。もうありえないだろう。何してんだよ。まだ100球には達していませんが、外野ボロボロじゃねえかお前よ。これよ、今のライナー取れないやつがよ、外野守るな、守備するな、グローブをつけるな、素手でやれ。ありえないね。ここでクソ守備かい。泣けてくるわ。まずは変化球。一塁の逆転。ランナースタート。もうこれは、あー、ホーム行かれてる。何してんだよもう。バカだろこの弱小球だ。頭悪い。バカすぎる。もう情けねえ。もうアマチュア行け。プロでやるな、金をもらうな。今日の金全部返せ、売り上げを。あらら、そら打たれるわ。もうモチベーションがね、ダメだわこんな球団。これでマルチヒット。負けちまえ。今季100敗しやがれバカ野郎。悲しいね。ファウルボールです。三振で攻撃を終えました。もう本当に応援しがいのないチーム。これ応援してるやつって何なの、ド M なの。金払ってまでこいつの球団応援したくないけどね。この球団何の魅力もねえや。外野ボロボロ、アマチュア野球、ここで点も入れられない。4番、はい、男気も降りましたね。チームは同点ですから、あとはもうチームの勝利信じるのみですよ。男気の勝ち負けはどうでもいいんですよ。この試合1戦目は勝つことですよ。打てよ。
延長は覚悟か。延長入ったら負けるぞ。山田あたり一発食らうなよ。さよならになるぞ。あぶねえ。ああ、ダメだな。まあ、次のイニングだね、勝負になるとしたら。クリーンアップグリエル、都合と続くから。はい、終わった。おお、イエーイ、あぶねえ。さて、勝負だ。勝負のイニング。バルディリス、打てないならば荒波。ダメだ、これはもう引き分けかな。まあ、引き分けだとゲーム差 0.5 ゲーム差になるわけですからね。このカード、次の2戦で勝てばいいんですけど。うわ、得点圏で山田。いや、今波か。よかったよかった。11回の表。この回点を取らないと、引き分けか、負けしかなくなる。勝ちはないね。はい、残念。勝ちはなくなりました。どうだ。あと一人。え？あと一人だよ。よーし、ゲームセット。しかし、チームは3対3の引き分け。負けなかった分十分偉いんじゃないかな。負けてたらこの3連戦での勝ち越しはなかったわけだ。順位のね。しかしだ、本当に俺はちょっともう、大嫌いになりそうだね、この球団、この男気物語を通して。リーグ優勝なんてありえねえわ、このチームに。ありえない、ほんと。守備がクソすぎます。やっぱ野球って守備大切だわ。どんだけ打つやついても、これだけのクソ守備見せられたらあかんわ。なぜあそこで迷わずセカンドを投げたんだろうね。盗塁なんていいんだよ、次のバレンティンを抑えたら。はい、男気は7回投げて、被安打11本、三振11個。3失点ね。あと1点男気が踏ん張っていたら、まあこれ男気のせいで得点入ったわけじゃないですけどね。まあ踏ん張っていたら、あー、勝ててた未来もあったんですけどな。うわ、またヤクルト戦かい。決まりましたね。投げたくないんですけどね、あまりヤクルトに対して。わかりました。じゃあヤクルト戦で最高のピッチングをね、次回も見せていけたらなと思いますので、頑張っていかないとね。さて、ゲーム差、あ、0.5 ゲーム差になってない。あれ？なんでだ？あー、共に引き分けたからか。そうだよね、そらそうだわな。ゲーム差は変わらず1ゲーム差ですね。俺の勘違いだ。さて、でもこれ残る2戦で勝ち越せば、ここで2連勝といけば逆転ですからね。行きましょうぞ。頼むぞ、2戦目。ボコボコにされない、勝てよ。おお、10対1、圧倒的だね。イエス、これでヤクルト並んだよ。あとは次の試合勝つ。最悪引き分けでいいね、もう。最悪、負けなければいいわけだ。ほんだら、順位同率のまま次のカードが始まるわけだからね。頼むぞ。ナルセなんて打てるでしょ。前のピッチャーから10点取ったんだから、もうナルセとか余裕ですわ。イージー。頼む、2連勝。うわ、よし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 、もう最低条件だね。引き分けで終えたよ。さて、この3連戦は1勝2引き分けで終わりましたね。ほんで、これ引き分けたことによって、このカードは順位同率でですね、また別のカードが始まりますので、次のカード、ヤクルトどこと戦うかわかりませんけど、そのチームボコボコにしてもらいたいね。ただマジックは自由点灯してんのか、まずいな。リーグ優勝するためにはもう負けられないぞ。負けちゃダメだね。これはもうヤクルト との争いだよ。どっちが勝つか、決着つけようやないけ。さて、横浜戦次何戦だ？男気はまた次回のヤクルト戦登板だからね。あ、横浜戦。だ。ほんで9月の15日。あれ、試合数かなり少ないな。これめっちゃ少ないよね。ヤクルト戦まで2試合しかないぞ。まあいいや。とにかく巨人戦勝っていくぞ。これ負けたらまたリーグ2位転落だ。勝てよ。うわ、2対1かい。マジでヤクルト負けててくれ。これでヤクルトが負けてたらゲーム差が変わってないんだが。頼むぞ。勝ってるなよ。よしよしよし、ナイスナイスナイス、中日ドラゴンズナイス。男気のカモ球団だけどね、まさかのここ大活躍。よく8点も取れたな。そんな打撃力ないはずなんだけどね。ほんで、ヤクルト戦、これヤクルト戦前最後の試合になりますね。また巨人戦だ。どうだ、頼むぞ。ここは勝とうぞ。よーし、2-0、菅野相手に勝ったね。番長完封じゃないか。やばいね。さて、これでヤクルトが負けたら、順位逆転あるんだが、どうだ？
うわー勝ったね。うわこれまた、うわこれやばいパターンでまた男気登板になるね、ヤクルト戦。マジで、ほら、ゲーム差は変わらずゼロゲームのまんまだからさ、次回男気が負ければリーグ2位に転落、勝てばリーグ1位だからね。うわマジか、プレッシャーある中での登板となりますな。いやもう絶対抑えるよ。今回ちょっと中途半端だったからね。頑張ります。次回は石川との投げ合いになりますね。非常に大事な一戦なので、絶対に負けないように勝っていきます。今回のヤクルト戦は3失点。チーム分け、引き分けで終わりましたけどね。ちょっとあまりピリリといい感じじゃなかったんでね。きっちりとゼロで抑えたいね。じゃあ最後、男気の成績を見て終了していきましょう。男気現在防御率ランキングではリーグ3位ですね。防御率ランキングでは結構ね、先ほども紹介した通り、菅野とは 0.03 の差だったんですけど、今回男気3失点したせいで、ちょっとまただいぶ差が開きましたね。で、1.94。ほんで、防御率じゃなく、投球回は171回3分の1イニングを投げて12勝4敗。で、登板24試合で完封が3、完投が4、QS が21、HQS は14個、奪三振は216個、与えたフォアボールは27個で、対被打率は2割7分、得点圏被打率は3割1分1厘、対右2割4分9厘で、対左が2割9分6、基本塁打5本で、ウィップは 1.17 という成績になってます。次回のね、男気物語もお楽しみに。絶対にヤクルトン勝ちたいと思いますのでね。じゃあ、グッバイ、また会おう。